中学校の朝練でやってて、今になっても生きてるなと思います。ゴールに対してこう自分からの線結ぶじゃないですか。そこにディフェンスが基本立ってるんですけど、そのラインを開けるためにフェイクをするみたいなイメージでクロスオーバーをした方がいい。ただ今はそれプラスライン上にディフェンスを固定して外から抜いていくっていうのも2パターンあるんで、ディフェンスをそのライン上にフリーズさせて、まあ、右なり左なりスペースが空いてる方に突っ込むか、逆にラインを開けるためにディフェンスずらしてそのまままっすぐ突っ込むか、よく高校とか中学校の時で教えてたことですかね。仕掛ける位置のイメージは自分の身長分ぐらいの距離、まあ、大体僕だったら190なんで、まあ、これぐらいからフェイクを入れ始めて動くっていうのが一番いいかなと思います。近すぎるとこっからこうなんかごちゃごちゃしちゃうし、勢いもなくなるんで、あんまり良くないと思いますね。本当に ここの動いてない状態のここを狙ってほしいです。一歩先にディフェンスした後のここを狙うんじゃなくて、最初からもう動く前のこの状態のここを狙ってほしいんです。これを狙うからディフェンスが動いた時にここ行けるみたいなイメージですね。で、僕の場合はもっと面白いことやってて、ここ狙っといて一歩動かした大外抜くんですっていうのもやったりします。っていうのもあるんですけど、今はでもこのラインを攻めてほしいんで、このラインからずらしたいんで、ここを狙ってほしいです。で、悪い見本は最初からこの動いてる先のここを狙いに行くことです。これはあんまり良くない。この状態でのここを狙うからディフェンスが動いた時の反応が早く済むかなって僕は思ってます。で、もう一個ダメなのが、せっかくここ狙ったのに次の一歩がこのラインじゃなくてこのラインのもっと外に広がっちゃうと追いつかれて最後ブロックが合わされるみたいなことがある。なんでなるべくずらしたらここを狙ってほしい。でもう背中置いといてシュートってやるといいんじゃないかなと思います。なんか中学校の時に、まあ、大体2メートルぐらいのライン上の中の1対1をやってたんですよ。なんで真ん中に立ったら基本的に外しか抜けないですけど、一歩行ったらもうライン踏めるんでほぼ抜けない状態なんですよ。だからライン踏まして逆抜かなきゃいけないんですよ。要するにそういう練習をしてたんで、まあ、ちょっと下がってスペース空けてフェイクかまして抜くみたいなのがやってたんで、そういう意識が身についたのかもしれないですよ。本当にその狭いスペースだけで1対1するみたいなのを中学校の朝練でやってて、今になっても生きてるなと思います。例えば僕がこう行って抜けなかったら下がるじゃないですか。それを来てもらって、でまたこう仕掛けてこうっていうのをひたすらやるんですけど、まあ抜けないんですよ普通は。でもこれを抜くっていう感じですかね。真ん中立ってもらって、まあ、大体一歩動かしてください。でこっちも打って一歩、もうこれだけのディフェンスの幅でいいんで、いかにさっきの真ん中をずらすのを意識してこっちの寄せたりとかでこう抜いていくみたいな感じなんで、それをひたすらやるって感じです。大きくスペース作ってどっちかに寄せて抜くみたいな。でこれで無理だったと思ったこういう感じですね。ずっとこう近くでこうやってやっててもこれ抜けないんで、この距離でやってたら。こういう感じですね。ただ目に見える形とかイメージしやすい形で伝えてるだけであって、みんなが教わってることなんですよ。ここ抜きに行ってくださいねとか言われてると思うんですよみんな。ただ
ちゃんとしたイメージが湧かないから遠回りしたり、せっかく抜けてるのにラインまっすぐ行かずにずれてって最後ブロックに合わされる。分かりやすく線を引いて説明したって感じです。一瞬膠着させるみたいな、どっちに来るか分かんない状態を作っちゃうっていう感じで、例えば左右でもらったらこういう動きかこうじゃないですか。でもこうもらったらこうもいけるし、こうもいけるし、こうもいけるし、こうもいけるって4パターンあるんですよ。多分それを使ってます僕は。でそのピタッて止まった瞬間にディフェンスが迷った瞬間に、もう迷ってる時点でこれが膠着なんで、その瞬間に抜くって感じです。でもう山張ってくる人もいるんで、山張ってずれたってことは今度真ん中まっすぐ開くんで、まあ、スコンって抜ける時もあれば一瞬止められたけどその次です抜ける時があるみたいな感じですかね。単純に一瞬止まるみたいなことです。こう来てこういうことっすね。あ、止まるのかなと思った時にはもう行ってるんですけど、自分とディフェンスのこの心理戦みたいなのが 0.5 ずつ先行ってるみたいな感じです。こういうことですね。これでマジで膠着するんで、一番手っ取り早いのがさっき教えたもらった時に両足でつくとどっちでも抜けるんで、これ多分ディフェンスが一番膠着しやすい。例えばですけどこういうパターンだとこっちかこういうパターンって一番読みやすい。まあ蹴り足が全部左なんで分かりやすい、まあ、逆パターンにこう開きながらもらった時もこういう、これ読みやすいやり方なんですけど、これ僕が結構好きなのが両足でもらってどっちでもいけるみたいな、このままこっちいけるとか感じですかね。まあ何か一つ武器を身につけることは重要かなと思います。スリーポイントなり、まあ、ドライブなり、もちろん全般的にできるっていうのが、まあ、素晴らしいとは思うんですけど、じゃあ自分の強みはディフェンスだって人はディフェンスを頑張って、じゃああとはスリーポイント練習しようって言ったらコーナーステイでディフェンスだけ頑張るっていうプロとしての道も開けると思いますし、ドライブが得意だっていう人はじゃあドライブで相手のファウルを稼ぐ要因としても使えると思うので、まあ、何か一つ武器を見つけてそれを伸ばすっていうのは重要かなと思います。個人的にはバスケットボール自体は、まあ、別にちっちゃい子から始めてもいいと思うんですけど、同時に野球だったりサッカーだったりのスポーツはやっといてもいいんじゃないかなって思います。なんかバスケットだけやってるとバスケットの動きしかできないんで、サッカーの足運びだったり、じゃ野球って結構左でキャッチして右で抑えるみたいな、そういうのも含めていろんなスポーツに触れるっていうのは重要かなと思います。僕自身も体育の授業でラグビーやったり空手も習ってましたし、アイススケートもできますし、結構いろんなスポーツに携わった上でバスケットに最終的に行ったので、それが生きてるのかなとは思います。